が地上。初めてなの？はい。こんなに広くて空がパチパチしないなんて、こんなの本当に初めて見ました。空気の成分は同じなのに微妙に何か違います。それも今だけだよ。地上で1時間以内にラプチャーと遭遇する確率は 100%。 干渉に浸ってボーっとしてたらビームに頭をぶっ飛ばされるわよ。はい、ですから急いで移動してください。作戦の最終目標は発電所にある制御室の調査です。作戦地域をスキャンします。エブラ粒子を浄化中。濃度 42.43%、 21.48%。 エブラ粒子の濃度 2.01%。 スキャン完了。目的地の発電所まで続く道をスキャンした結果、無人浮上式鉄道の線路に沿って移動する必要があります。ただ線路全体に高圧の電流が流れています。ニケならダメージを受けても問題ありませんが、問題は、何が大丈夫なの？死ぬよ。高圧電流の原因は、ヒストリー検索中。5年前都市封鎖を進めていた際に、ラプチャーの外部への移動を防ぐため意図的に流したそうです。当時にしては完成度の高い線路でして、電力は自家発電で供給されます。都市の内部に残っていた人間は建物には入らない方がいいわ。何がいるかわからないし。ではまず線路の電流を遮断しよう。外部からコントロールする方法はない？はい、あります。制御センターをマップ上にチェックしておきます。指揮官、準備完了です。ラジャ。お、ラピー。指揮官、私の後ろへ。シフティ、バックアップを。私、何か失礼なことでも言いましたか？ラプチャーが出たんじゃ。違います。ねえネオ、地上に出たニケには暗黙のルールがあるの。あ、単独では使用禁止よ。わかった？そうですね。これは大丈夫ですよね？それは大丈夫。それで何があったの？私、いいこと思いついたんです。線路に流れる高圧電流が問題なら、ゴムの長靴を履けばいいのでは。悪くないな。悪いですよ。こんな高圧電流が流れる場所は人間が近づくだけで。とにかくダメです。もっと詳しく説明しないの？いいアイデアだと思ったのに。指揮官、もしかして。はい。制御センターへ到着。線路への電力を遮断します。指揮官、コネクティングデバイスを。地上にあるいろいろな機械をオペレーターが遠隔操作するために必要な機械です。携帯に出っ張ってるところがありますよね。それを引っ張るとケーブルが出てきます。はい、それです。それをコントロールしたい機械のポートへ差し込んでください。指揮官、ここです。士官学校を卒業したって嘘じゃないわよね。
遮断完了。これで線路から都市内部への侵入が可能です。行きましょう。ゴムの長靴は本当にいらないですか？いらないってば。状況終了。さっきから気になってるんだけど、ネオン、あなたって火力高すぎない？火力は高ければ高いほどいいですからね。バランス大丈夫？よく聞いてください、アニス。この世は火力が全てです。火力だけが私たちを守ってくれるんですよ。多少バランスが不安定になっても火力には価値があります。そっか。さあみんな、私の言葉を復唱してください。火力最高。嫌だ。発電所の位置を確保、侵入可能です。50機以上のラプチャーがいるところに入ることを侵入と呼べるならそうね。普通は自殺行為って言うのよ、それ。はい、理由は分かりませんが、少し前から稼働を始めたそうです。公的には地上に残った人間の数はゼロです。しかし物事に例外はつきものです。この怪現象を調査するために何度も試みましたが、成果はありませんでした。あ、ちなみに結構大規模でやってもダメだったわ。ワンサカいるラプチャーにみんなやられたの。生存者という可能性を除いても、あの発電所には大きな意味があります。あの程度の規模ならアーク内の全ての施設を2ヶ月は稼働させられますから。つまりこの作戦の重要度は非常に高いと言えます。3人に任せるくらいすごく重要な作戦だってことね。アニス。何？作戦拒否。それは違うけど。ではそんな無意味な説明はしない方がいい。どうやって侵入しましょうか？発電所を掌握しているラプチャーを全滅させ侵入すればいい。ああ、なるほど。行きましょう。私の火力をお見せする時が来ましたね。それって選択肢じゃないわよね。ではご命令を。調査を進めますか？ああ、わかったわ。行けばいいんでしょ、行けば。じゃあみんな、装填を確認してから突進しましょう。3人だからすぐ死んで終わっちゃうからね。アニス。私たち玉よけくらいはするから後ろに隠れてて、脳だけはちゃんと回収してね。それくらいはできるよね、指揮官様。七へ追いやるよりは全然簡単よね。アニス。何？この状況で下せる適切な判断なのよ。下克上と判断していい？どうぞお好きに。下克上は即決処分よ。ラッピー、なんでそんなこと言うの？落ち着けってこと。落ち着くも何も、私たちが無駄死にになるようなものよね。私たちはまだ指揮官の作戦を聞いていない。状況は絶望的です。実際方法はないと言っても過言ではないでしょう。もしかして何か作戦が？潜入？ルートなら一つだけあります。はい、わかりました。ここどこなの？発電所の内部とつながっている排水路です。ああ、まさかここを這いつくばって進むとか。塞がってますけど。
建物の一部が倒壊し入り口を塞いでしまったようです。ちょっと待ってください。他のルートを探してみます。突き進めばいいんじゃない？でも瓦礫が多すぎます。でもどうやって？大丈夫かな。爆音すると思うけど。周辺でナプチャーの反応はありません。安全です。では始めます。ちょっと待ってください。ここは私に任せてもらえませんか？は？いや、みんなでやればもっと早く。やらせてください。マジ？瓦礫の消滅を確認。排水路への侵入が可能です。火力だけはピカイチだね。指揮官、私分かったんです。相手が何であれ、火力があれば解決できないことはないって。答えは火力。火力が全てです。本当にありがとうございます。少し迷いがあったんですが、背中を押してもらった感じです。火力の道を進む者として極意と向き合えた気がします。そんな道あったのね。これからはどうか師匠と呼ばせてください。改めてよろしくお願いします、師匠。はい、師匠。勝手に呼び方を変えるな。すごい匂いですね。人も住んでないのにこんな匂いがするのね。ここは排水路だからね。いろいろ溜まっていたんでしょう。あの、一言言わせてもらってもいいでしょうか？何？吐きそうです。嗅覚センサーをオフにすることを勧める。それを切ってしまうと、なんというか、人間からあまりにも遠ざかるみたいで、ちょっと変なこと言うね。心だけは乙女ですから。私は乙女を諦めるわ。切っちゃおっと。指揮官、大丈夫ですか？人のお尻のすぐ後ろでそんなこと言わないでよね。でも意外ですね。排水路からの潜入なんて。普通指揮官はニケイコール兵器という認識ですし、火力で吹き飛ばす方を好みますから。好みとかじゃなくて、それ以外には頭が回らないってことじゃない？そのくせ自分の体だけを大切にして、少し泥がついたくらいで騒ぐでしょ。呆れるったら。止まれ。今私のお尻に顔が当たってますけど。大丈夫じゃないわよ。後ろに行って。ねえ、なんで急に止まったりするのよ。光を内部についたみたいね。そうだね、早く出ましょう。前方にラプチャー発見。当然のように内部も掌握してるわね。こんな地下までどうやって来たんだろう。ところで、あのラプチャーたち何をやっているのでしょうか？機械の周りに集まってるね。ラプチャーが人間の文明を利用するわけ？アニス、よく見て。操作している。本当に？こんなことって今までありましたか？これまではありませんでした。指揮官、アークへ戻ることを提案いたします。調査
という任務は達成しました。ラジャ、シフティ、後ろのルートを確保。気づかれたわ。エンカウンター、指揮官、私の後ろへ。ラッピー、こんな、いい加減にしろ。私たちが持っていると戦闘に支障をきたすので、よろしくお願いします。君は追放処分とする。君に下した命令は発電所の調査だった。発電所を壊せとは命令していない。光線の影響で発電所内部が連鎖爆発を起こして大破し、保管されていた資材と施設が粉々になったのだよ。2ヶ月分だ。2ヶ月もアークを食べさせられる資源、君とニケたちが吹き飛ばしたのだ。言い訳があるかね。いや、ない。君にできる言い訳はない。君と君が指揮した分隊は今日付でアークから追放、全哨基地への配属が決まった。不毛の地だ。人もいないし施設もない。ああ、そんなに心配することはない。最低限の資源くらいはある。護衛もつけてあげよう。厚生官送りじゃないことに感謝するべきですよ。修理中だ。終わり次第上がらせよう。では荷物をまとめてすぐ動きたまえ。発電所での光線データは？分析はすでに終わった。行ってみなさい。実戦に強いタイプというには異質すぎる。圧倒的だ。発電所内部のラプチャーたちのスペックは既存のラプチャーと次元が違う。それを突き放し脱出にまで成功したとは。何かあるに違いない。今は見当もつかないが、調べてみる価値は十分だ。まあ、そのための全哨基地行きなのだがな。偉大なる中央政府の目を避けるにはこれ以上の場所はない。もう一つ、人間の機械をコントロールしたラプチャーのことか。進化していると思うのが妥当だろう。果たして目的は？そうだな、どうせどっちかだろう。人類を抹殺するか、人類に変わるか。
ここって全焼基地と聞きました。わかってるけど、なんで私たちがこんなところに配属されるのよ。師匠の護衛も兼ねて、あと発電所を壊した張本人ですからね。いくらなんでもこんな荒れ地でどうやって。お、アニス見てください、こんなに銃を乱射しても誰も気にも留めません。わあ、これはすごいわ。はあ、まあしょうがないわよね。わざとじゃないけど、罪がないわけじゃないから。そうですよね。あと野営みたいでワクワクしませんか。動機が激しすぎて死んじゃいそう。ところで師匠、私たちどこで寝るんですか。宿所、宿所はどこですか。ここですか。倉庫じゃなかったのね。食堂は缶詰と戦闘食。ちょっと消費期限ギリギリじゃないこれ。あ、そうですね。あの、もしかしてシャワー室は。あそこの隅にあったような。ですよね、やっぱりシャワー室がありますよね。劣悪極まりないわ。まだ気になることがあって。何？まさか師匠も私たちと一緒にこの宿舎で過ごされるのですか。もしそうなら大問題です。いくらなんでも一緒に過ごすとなると。プライバシーの問題があるよね。うん、それはよか。ちょっと見せて。不公平よね。何かしらこれ。一人で使うのになんでこんなに広いの。ソファーもめっちゃ楽そう。というかソファーがある。確認したいことがあります。じゃなくて滝だわ滝。私は師匠に失望しました。指揮官だから当然といえば当然だけど、これはちょっと差がありすぎでしょ。あ、いいこと思いついた。私たちと宿所を交換するってのはどうかしら。考えてみてよ。多数が損をするよりは一人が損した方が合理的だわ。そう思わないねえ指揮官様。優しすぎるのも問題ですよ指揮官。あ、来た。来ましたね。ごめん、二人には苦労かけたわ。ボディを再整備し復帰しました。ここがこれから私たちが過ごす前哨基地ですか。なんだかいろいろ言いたげな顔ですね。こんな機会だから申し上げますが、どうしたの。まさかちゃんとくっついてなかったですか。あなたたち臭い。え、そう、嗅覚センサーを切ってたから知らなかったわ。ちょっと待ってください、二人はちゃんとしてて私たちだけ何なんですかこのざまは。ネオン、シャワー先にいいよ。ではお言葉に甘えて。指揮官、外で待ちましょう。荒れ果てたところですね。これからが心配です。
先ほどの話に戻りますね。こんな機会だから申し上げますが、私たちニケは人間ではありません。人類の敵であるラプチャーと戦うため、強大な力と不滅の命を持つ兵器に過ぎません。大破したニケが平然と再び現れるのはよくあることです。ですからそんな深刻な顔しないでください。指揮官、指揮官には私たちが何に見えますか？私たちを人間として見てくれるのはありがたいですが、結局指揮官が傷つくことになるでしょう。時間が経つほど違いを実感することになるでしょうから、私の言葉忘れないでください。もう遅いです。今日は休みましょう。指揮官、入ってもよろしいでしょうか？来客です。準備ができましたら下に降りてきてください。おい、お客が来たらキビキビ動いて。私がそんなに暇な人間に見える？誰？私？お前私のこと知らないの？最近の士官学校はダメね。基本的な常識も教えないんだから。おい、そこの白い鉄くず。え？私ですか？そう、お前。こいつに私が誰か教えてやって。このお方はニケ製作を担う三大企業の一つ、ニシリスインダストリーの CEO を務める主演様です。ちゃんと聞いた？じゃあどうすべきかわかるわよね。は？全然理解できてないじゃない。ユニ。うん。ひざまずかせて。うん。指揮官、何をするんですか？知らずのお調子者はこうやってたまに踏んづけてあげないと。おい、これから私と話すときはこのポーズを取るのよ。そして二度とそんな質問はしないこと。わかったわね。ほう、なかなか反抗的じゃないの。おい、私の言葉を無視するわけ？言ってみなさいよ。面白い。足をどけろ。いえ、好きにやらせて。足の方が早いか銃弾の方が早いか試してみる？三原、
はーい。感覚交換完了です。の感覚を交換したの。こうすると通覚センサーが自動でオンになるのよ。だからくっ、くっ、一体何を。こういうことができちゃうわけ。人間に銃口を向けるニケは理由を問わず処分のはずだけど、この辺にしておきましょう。そんなに睨みつけても無駄無駄。さ、では話を始めましょう。これからワードレスと地上へ上がって。あ、ワードレスというのは三原とユニのことね。お前たちにも分隊名くらいあるんでしょ。そのカウンターズ、ま、そんな感じ。とにかく地上に上がってラプチャーを捕獲してくればいいの。詳しいことはこいつらに聞いて。わかった？2日あげるわ。まだそんなことを言ってるの？いい？三大企業の CEO は副司令官と同じ命令権を持っているの。電気椅子に座りたくなければ命令に従うのよ。わかったわね。2日よ。はあ？はあ？三原？あいつと交換して。あら、主演、相手は人間よ。交換して！あらあら。お前、撃たれたことないでしょ。さあ、感じてみなさい。またふざけるんだったら、蜂の巣体験を。何？面白い。おい、来ないで。撃ちなさい。ニケは人間を撃てないの？貴様。おい、話しなさい。気でも狂ったの？私を誰だと思ってるの？なんで私があんな鉄くずに。したか。びっくりした。帰る。捕獲忘れないでよ。うん。はーい。終わり。師匠、見えますか？よかった。顔がめちゃくちゃになっててびっくりしたんだから。とにかくこれからはあんなことしないでね。人間はショックで死ぬこともあるから。でも怒ってくれてありがとう。あなたたち、ん？どういうことか説明してくれる？まあ説明は難しくないけど、地上に上がってからね。地上が何か知らないけど、その主演って誰？
そんなことしていいと思ってるの？いいわよ。三大企業の CEO だもの。さ、急ぐわよ。二日しかないわ。期限を守らないと、主演が何をするかわからない。